いチャンネルへようこそ。あきおさん、大東さん、モノクロさんなんで誰も映れへんのよかったらスクリーンショット撮ってもらっていいですか。ああ、そうです。はい、大東さん、こんにちは、モノクロでございます。モノクロボックスの大東でございます。はい、されてます。下にリンク貼ってますから、そちらからご覧ください。このような感じですね。そうそう、そんな感じ。まあ僕も基本2画面しか使ってない。こういう持ち方するんですよね。持ち方ですね。右手でね。だから左が届けへんで、そこは手が届かないんでいるけど、そこも使わない。やっぱり配置で重要度が変わってくる。重要度変わってます。ああ、なるほど。ワンカムが一番頻度が高い。頻度が高い。で、次オムニフォーカスでサファリでってことですか。ただね、この中でオムニフォーカスはここに入れとかんと使いこなせないなっていうリマインド的なもの。いや、じゃなくて使い方よく分かってないんで、今ここに。そうかそうか、勉強中です。積極的に立ち上げるためにドックに置いているとですね。でもね、立ち上げないよね。スポーツウェアでチェックインは好きなんでします。で、スタッカーですね。スタッカーと読むの、これスタッカーと読むので、予定入れてます。で、サファリはよく使うんで、ここ Facebook、Twitter、やっぱみんなデュー入れてる。デューは嫌なぐらいうるさいんで便利です。しつこいですからね。しつこくてたまにiPhone 投げようか思うんやけど、まだ残債が8万ぐらいあるんで。デューは喧嘩してるしを見ますよね。デューがうるさいってやつ。そんな感じですね。使い方のわかんない Google プラスがここにあります。で、 RSS が好きなので RSS リーダー、シルフィードね。シルフィード、紙アプリです。紙アプリです。これはで、チャットワーク入れたんだけど、多分ね、そのうちね、どっか行くと思う。特定の人でやり取りしてたんですけど、終わったんですよ。あ、それが終わってしまって、プロジェクト管理とチャットが同時にできるアプリですね。アプリなんですけど、大阪発っすよ、このアプリ。そうです、チャットワーク本町発。エヴァノートは標準アプリが使いやすくなったので。おっしゃる通りです。私もそれはすごく納得します。で、 Google マップでもうどこ行く時も何分って今わかるので、これは皆さんぜひ入れた方がいいますね。電車も乗り換え案内いらず出てきますからね。駅から歩いて何分か前で乗り換えの駅と駅、例えば難波駅で何分乗り換える前でホームも出ます。ホームも出ます。さあ、それぐらいすごいミールでしょ。ミールですね。食べ物を共有する SNS アプリ、行動ですね。美味しいもの食べたらね、自慢したいんですよ。メモアプリ、これは標準のメモですね。 Mac と同期します。同期するんで、ここに入れた瞬間 Mac にも入るんで、これはテキストがいいと思う。これが素晴らしいですね。一個ちょっと白いのはこれはまあいいです。収益みたいな。収益やから。エッグノシーは読みます。で、結構ね、自分的にいけてるのはこのリマインダー、標準のね。これも Mac のリマインダーと同期しますね。確かに、いい感じ。使い方としてはこうやることを並べていく。そうですね、トゥードゥリストのチェックがこうピッピッピッってできるから。で、写真アプリ、下のワンカムで撮ったり。そうそう、カメラアプリないやんっていう話なんですけど、出るからいいんですよ。コントロールセンターできてからかなりホーム画面の整理しやすくなりました。そう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 。僕は基本的に電話かかってくるのが好きじゃないし、かけるのも好きじゃないんで、追いやってます。追いやってます。でも一応前には前からすらおらんようになってるしもしてたんですけど、とっさに困るんで。あ、ですよね。こういったっけみたいな。そう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 。で、上2つはブロガーなんで、言葉を調べること結構多い。ああ、間違えたことを書かないように。いや、じゃなくて語彙少ないんですよ。あ、調べるために。調べる。すごいな。でも適当に書かないんですよね。いや、類語ってわかります。わかります。類語辞典があるんですよ。大事ですよね。で、例えばなんか語句を入れたら、それにの同じ意味の違う言葉を探してくれる。だから表現を変えれちゃう。それちょっと言うこれじゃあ、そうだ。いやいいんですよ。やってください、やってください。例えばこれ終了でやってるとこんだけ出てくるでしょ。そうそう。だからすげえほら。そうそう。スクショット撮ります。これ撮ります、撮ります。完了とか。要する、終了、完了、完結、完行、満ちる、満了、満期、満願。2画面はあんまり1は関係ないんですよ。1関係ない。1画面に行くほどでもなく。ではなくて、使うなっていうのを使うもんから入れてって、使わんようになったら3画面に追い出す。なんとなく使うやつが残ってくるぞ。なるほどなるほどなるほど。はいはい。Google マップがあるのにマップアプリここあるのは、あ、なぜなんですか。たまに違いを見てでね、経路の選択がどっちがマゾ気味なんかサド気味なんか分かるんすよ。ああ、 Google マップとかさ、そう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 、険しい道を示すのはどっちみたいな、山登らされるみたいな。あとはブログ関連でiPhone からブログ書くアプリスループロとよう似たことでワードプレスっていう機械、システム使ってるから、それの iPhone アプリ標準のね。フォトシンクっていうのは iPhone の写真を Mac にポンって送る Wi-Fi でこれはね、僕の中でヒットした記事があるんで。あ、知ってます、それは見ました。よろしく。はい、1000万円かなんかで出るんかな。次のが iFi っていうね、 iFi はすごいですよね、これこれもモノクロさんってすごいカメラ詳しい方です。デジカメの中に、よいしょ、あ、これ iFi のチップですね、これ SD カード。はい、これ要するにこのカードが入ったカメラで撮ったら、その画像が iPhone にすぐ入ってくると。 Wi-Fi 経由ね、便利。ただし Wi-Fi が混んでるとこはダメだってこと、やっぱり無理ですよね。で、これ瞑想のやつですか。瞑想のやつね。瞑想するとたまに気持ちいいんで。あ、やられるんですか。やります。雑念飛んできません。雑念じゃなくて、切羽詰まった時にすると結構落ち着くんですか。落ち着きますね。ただしそれを行き過ぎた偉い時にやると余計もやもやするんでご注意。そうなんですか。モロハの剣、モロハだと僕はタイミングを、タイミングが大事。 CDIP 来ましたね。 CDIP さんのこれブックマークなんですよ。ブックマークですよね。いつも毎日朝9時にどん底見てる、どん底っていうのでブログメディアなのにページで更新し続けてるという。結構それで情報が集まります。すごいです、濃い、読んでます。あとはね、このスピードテキストが結構懐かしいっすね。これはね、僕が iPhone3G 買った時から唯一残ってるアプリや。それはすごいっすね。残ってたんですね。僕も初め初期使ってましたけど。でがきほんと初期3、もうね iPhone 発売してすぐぐらいに、このアプリはなんだこれっていうことになってましたね。なってて、本当に多分一番初め入れたアプリで、そういう記念で残してんじゃなくて、今でも使えるアプリです。たまに走るんでランニングアプリ入ってます。ないけどね。はい、はい。これはね、写真を一発で明るくするんです。これが、この写真がどれにしますかって出てくるんですよ。で、微妙にね、よう見たら明るくなってるでしょ、左上から。なるほど。一番右下が一番明るくなってる。そうそう、一番右し、今回一番よう分かるように一番右下明るくなった。こんな感じ。これ結構便利で、これをセーブできた。セーブできた。カメラロールに置ける。カメラロール。最後に頭痛。頭痛る。あ、頭痛る。頭痛持ちなんで。頭痛記録をするための。違うんですよ。違うんですか。気圧の変化で頭痛くなったりならんかったりするから。それ分かるよね。で、今の気圧が。気圧がデータどっかから取ってきてて。例えば今日の4日後か、天気予報のデータからここ気圧が大きく今出てますよね。ここに出てる、赤くなってて爆弾マークあるとこは危ないよってこと。危ないんで頭痛になりやすい。そう、あくまでなりやすいなんで、もう個人差ありますもんね。もちろん。だから大東さんのデータが入ってるわけじゃないでしょ。じゃないですよ。で、ならへん時もあるし、これ見たら逆に頭痛くるっていう人もおるんで。ああ、なるほどね。なんて言うんでしたっけ、これ。なんか言うんですけど、プラシーボ。プラシーボって言うらしいですよ。さすが。知恵袋から飛んできました。知恵袋ありがとうございます。お東さんのホーム画面でございました。皆様参考になられましたでしょうか。ブロガーでありですね、写真家っていう方だけありなんですか。僕ね、炭酸水ソムリエって言ったり、炭酸水ソムリエ、親指シフトエヴァンジェリストって言ったり、あれ何レイアウトでしたっけ。あ、オルズレイアウト。オルズレイアウトの発案者。はい、作ったよ。はい。マックピープに載ったよ。載ったんですよ。オルズレイアウトっていうのを調べていただいたら、その発案者のやさんでございます。はい。本日はありがとうございました。変化こんなんで。いや、全然もうそれはあれですよ。大変参考になったと思います。せめて鼻声やない時が良かった。いやどうも。今日もありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。というわけで、ではじゃあね。